こんにちは、食事どころさくらです。このチャンネルはいつものご飯をちょっと美味しくをテーマにした料理教室を開くことを目標に活動しています。酢豚って家で作るのちょっとハードル高そうって思いますよね。安心してください。今日はいつものご飯に取り入れやすいように豚こま肉を使って作るので、ぐっとハードルが下がると思いますよ。それでは早速いきます。まずは合わせ調味料と豚肉の下味を準備します。同じ調味料を使いますが、ごっちゃになるので順番に準備しますね。大きめのボウルに豚肉の下味の調味料を入れていきます。片栗粉大さじ1、これは豚肉をまとめやすく水分を閉じ込めてジューシーにするためです。醤油大さじ1/2、味の素1つまみ、瓶の場合4から5振りぐらいですね。水大さじ1、これは片栗粉が溶けやすく、またお肉をジューシーにするためです。これをしっかり溶かしておきます。普段はコクも出るように水じゃなくてお酒を使いますが、今回のレシピだと豚肉にちょうど火が入る温度だとアルコールが残ってるので、ちょっと酒の匂いがするんですよね。なので今回は水にしてるんですよ。これで下味の準備は OK です。次は合わせ調味料です。片栗粉小さじ1、砂糖大さじ 1.5、鶏ガラスープの素小さじ1。ちなみに私は最近この調味料を使っています。イータイムってメーカーの鶏ガラスープの素です。お湯で溶かした時に本当にガラを煮出した時のような香りがするのと、塩分に負けないコクがしっかりあるので美味しいなって思って使ってます。概要欄にサイト貼っときますね。ケチャップ大さじ 1.5、 ご飯に合う味付けなので薄めに作る時はここを大さじ1に減らしてください。酢大さじ 1.5、ここで一旦少ない水分で先に片栗粉を溶かしておきましょう。全部水分入れてから混ぜるとちょっと混ぜにくいんでね。ここにその他の水分を追加します。醤油大さじ1、酒大さじ2、水大さじ2、これをしっかり混ぜておきます。これで合わせ調味料は OK です。これも一旦置いておきます。これは準備しなくても大丈夫ですが、仕上げにかけるごま油小さじ2です。最後にかけると香りも残って料理にツヤが出るので美味しそうに見えますよ。次はフライパンを用意して、ここに少し多めの油を引いておきます。このフライパンはすぐに使うので近くに一旦置いておきますね。そしたら最初に作った下味のボウルに豚こま肉 200g をぶち込みます。こま肉はいろんな部位の端っこなので、サイズも肉質もバラバラですが、その分安く買えるので炒め物なんかにぴったりなんですよね。入れたら下味を全部吸わせるように揉み込んでいきます。ちなみに本来の酢豚は食材を油で揚げて火を通してからソースと絡ませて作ります。でも家で揚げるのはちょっと大変なので、今日は炒めながら作っていきますね。これぐらい水分がなくなるまでしっかり揉み込んでくださいね。そしたら油の引いたフライパンを持ってきて、そこに一口サイズに丸めた豚肉を乗せていきます。豚肉を丸める時のイメージは、細かいお肉を大きめなお肉で包むイメージで丸めると綺麗に丸められますよ。こんな感じに丸めたつなぎ目が最初にフライパンに接地するように乗せてください。そうすると豚肉が広がりにくくなるので、バラバラにならずに火を通せるんですよ。この時に丸めた時のサイズがバラバラになっちゃうと火の通り加減もバラバラになっちゃいます。なので何個にするって決めないで、最初の1個に大きさを合わせることを意識して丸めてくださいね。これも一旦置いておきます。豚肉を準備しておけばお肉が常温に戻るので火が通りやすくなりますよ。次は切り物に移ります。まずは玉ねぎです。今日は1/4、 50g ほど使います。横だけ大きくならないように切り込みを入れてから 5mm くらいの幅でカットしていきます。今日お野菜は玉ねぎ、ピーマン、長芋を使いますが、あくまでこれはベースなので、長芋の代わりに人参を使ったり、キノコを使ったり、冷蔵庫に残ってるお野菜で代用して全然大丈夫です。その時はお野菜の水分量も変わるので、最後の味見で調節してくださいね。次はピーマンの下処理です。今日は2つ使います。ピーマンのヘタは親指でボスッと押すと、簡単に陥没するので、このまま縦半分にカットして、ヘタはピッて取っちゃいましょう。時間が経って水分が失われたピーマンは親指で押してもフニフニして陥没しないので、その時はヘタの部分を包丁で切り落としてくださいね。綿も種も食べれますので、ヘタを取って残った分は無理に取らなくて大丈夫ですよ。
ちなみに一つのバットで食材を揃えるとき、炒める順番が変わるものはラップで区切っておくと調理がしやすくなります。今回ピーマンだけ後で入れるので、ピーマンゾーン準備しておきますね。半分にカットしたピーマンは炒めすぎると食感なくなっちゃうので、さっと火が入るように小さめの一口サイズにカットしていきます。大きめのピーマンなら半分で8等分ぐらい、小さめのピーマンなら6等分ぐらいが目安ですね。ピーマンのサイズはこんな感じで OK です。ちょっと脱線しますが、ピーマンをそのまま冷蔵庫で保存すると野菜室であっても水分が抜けていきます。なのでさくらの保存方法は、一度濡らしてギュッと絞ったペーパーで包んでからポリ袋に入れて保存すると、張りのある食感が長持ちするのでおすすめですよ。それでは調理に戻って、次は長芋の下処理です。今日は 100g 使います。長芋は洗ってから保存すると傷みやすいので、使う分先にカットしてから洗っていきます。長芋を炒めて使うときは基本私は皮は剥きません。食感も悪くならないし、香りには旨味がありますからね。アルミホイルを使ってひげ根と表面の汚れだけこすって落としていきましょう。ざっと綺麗になればいい感じです。真っ白なところや粘りが出ちゃってるところは皮まで剥いちゃってるので、そこまで剥かなくて大丈夫ですんでね。水気をしっかりと拭いてから、食べやすい一口サイズにカットしていきます。長芋は物によって形が全然違いますので、切り方を一緒にする必要はないですよ。イメージは厚みは玉ねぎに揃えてから、食べやすい一口サイズになるようにカットしていきましょう。これぐらいだとお肉とか他の食材と一緒に食べやすいですね。玉ねぎと長芋は一緒のタイミングで炒めて、ピーマンは後でさっと入れるので、こんな感じでラップで区切るのがおすすめなんです。それでは準備ができたので、早速調理していきます。お待たせしてたフライパンを弱火にかけて温めます。お肉に厚みがあるので、ここの火が強いと周りが焦げてるのに中は生焼けになっちゃうので、弱火でゆっくりいきます。この時に食材を取り出すためのザルとボウルを用意します。ザルを使うと余分な油が落ちるので、仕上がりがべちゃっとなりにくいです。いい感じにフライパンが温まってきて、ジュージュー音がしてきたら蓋をして2分蒸し焼きにします。蓋をすることでフライパンに設置しているところ以外からも火が入るので、豚肉に火が入りやすくなりますよ。2分経ったら蓋を開けて、全体をひっくり返していきましょう。ちなみにこのトング焼肉用のトングなんですけど、これが使いやすいんです。ひっくり返せたら、もう一度蓋をして2分、反対側からもじっくり火を入れます。この焼き時間は使うフライパン、豚肉の大きさによって多少変わってきます。なので火が入ったかを確認するときは、一番大きな塊を軽くほぐしてみて、中心が生っぽいピンクじゃなくてほんのり薄ピンクになっていれば大丈夫です。そしたら小さい塊からザルに取り出していきましょう。この豚肉の旨味のある油を使って野菜も炒めますので、火を弱めの中火にしてから、ここに玉ねぎ、長芋を投入します。油が全体に行き渡らないと火の通りが変わってきちゃうので、油が少ないかなっていう時は油を追加してください。このまま玉ねぎが軽く透き通ってくるまで炒めます。長芋は中でも食べれますので、ここは玉ねぎに合わせちゃって大丈夫です。玉ねぎが透き通ってきたら、ピーマンを入れて、ピーマンにも油がないとうまく炒められないので、ピーマンにかかるように油を追加して、ここで下味の塩一つまみ。下味がないとソースの味を濃くしないと味がボケちゃうので、忘れずに加えてくださいね。ピーマンは食感を残したいので、全体に油が回ってピーマンがツヤツヤしてくればいい感じです。こんな感じにピーマンの表面がツヤっとしてくればいい感じですね。ここでザルに野菜も引き上げちゃいます。そしたら火のついてない状態のフライパンに合わせ調味料をもう一度しっかり混ぜてから流し入れます。もう一度しっかり混ぜないと片栗粉が下の方に沈殿してるので、ソースにダマができちゃいますんでね。ソースが入ったら混ぜながら弱火の中火にかけてしっかり沸騰させていきます。ここからは一瞬なのでノーカットでいきますよ。しっかり沸騰したところに火を通した食材を加えて、全体をなじませるようにしっかり混ぜ合わせます。
フライパンを振るのが難しいときは、こんな感じのシリコンのスプーンを使って上から下にしっかりと混ぜ合わせてくださいね。フライパンを振るときは、上に持ち上げるよりも手前にさっと引くようなイメージで振ると、フライパンのヘリを使って綺麗に返ってくれますよ。ちょっとわかりにくいですよね。でもフライパンを上に上げるよりも手前に引くイメージでやると返りやすいと思います。さっと混ぜ合わせたら火を止めて、仕上げにごま油をさっとかけて、もう一度混ぜ合わせたら、これで普段の献立に入れやすいのに味はしっかり酢豚な小松豚の完成です。この甘酢あんが美味しいので、お肉を減らしたり野菜を増やしたり、お好みでアレンジしてみてくださいね。それでは盛り付けていきます。今日は豚こま肉で作る小松豚を作っていました。今日のポイントは、下味と水分、片栗粉を豚肉に揉み込むことです。そうすると豚こま肉で作ってもパサつかずジューシーに仕上がるので、全然安っぽく感じないのが美味しいポイントなんですよ。それではいただきます。酸味と甘みのバランスがちょうどいい感じで、食べ疲れしない味付けになってますよ。ご飯に合う。食材に下味をしっかりつけないとソースがしょっぱくなっちゃうんです。なので下味は大事なんですよ。この長芋が食感のアクセントでいい仕事してくれるんです。長芋はさっと炒めてるので、シャクッとした食感と粘りが残ってて、これが最高に酢豚に合うんです。炒め物ってちょっと難しそうと思うんですけど、フライパンの中で仕上げるサラダのような感覚で作ってもらえると、グッとハードルが下がるかなと思います。それでは今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事処さくらでした。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。食事処さくらはいつものご飯がちょっと美味しくなるように活動中です。メンバーシップもスタートしましたので、応援していただけたら嬉しいです。